はい、皆さんこんにちは、バカ猫シーナです。いつもご視聴ありがとうございます。今回の漫画ヒットレビューですけど、中国製のヒーロー、英雄な感じですね。で、モデルは、15155です。1515のペンです。ニップの太さが、ファインです。これは初めて、他の人から見るとなんか初めて赤じゃない黒じゃないのマネヒツですけど、そうですね、これは、マジェンタの色です。オークションで見た時なんか、ライティングでなんか色がちょっと、まあ確かにあのディスクリプションで、パープルが書いてありましたけど、見たらちょっとなんかこの色が悪くないんですね。ちょっ と,、オークション買ったら、手に入れようかなと思って、結局オークションを買って、安く買いました。外見ですけど、前の、ジンハオのビデオですけど、なんかそのジンハオ 599A がちょっとラミのパクリと見えたんですけど、でちなみになんかこの、クリップも、そのジンハオのクリップと似ているんですね。ロゴだけ異なっていますね。ジンハオのクリップが、自分のロゴがあります。これはヒーローの、なんか全部のヒーローペンがこういうロゴがないんですけど、ちょっとなんか花っぽい、ここにもなんかキャップの上にもあります。ちょっと可愛いですね。なんか色が悪くないんです。このマジェンタ色、いい感じです。ちょっと中身を、でこのマジェンタと黒のパターンもいい感じですね。ニープが、ブレザーホールがないんです。ただ丸の印だけ。これはカンバーターを使います。前の、やったビデオ、ヒーローの7022でしたけど、そのカンバーターはなんか前のビデオで説明するのは忘れたんですけど、カンバーターがちょっと、ちょっと入れ方がちょっとだけ違うんです。なんか普通のカンバーターはなんか回して、インクを入れる感じですけど、これはなんかちょっと引っ張って押すの感じでした。ちなみに今持っていますので、ちょっと、見せましょうか。あまりインクがないんですね。見えるかわからないんですけど、この部分をなんか押すとインクが入れる感じです。でも他のカンバートだと、普通は、回す感じです。なんかインクボトルに入れて回す。でちなみに今もちょっと見ていきましょうか。私何について話しているかというと、こんな感じですね。これをなんかぐるぐる回して、で時計回りにして入れる感じです。ちょっと書きテストしましょうか。これはヒーローですね。リブがファインですけど、なんかちょっと M っぽいな。まあ多分ブランドによって変わっていくんですね。中国製のペンです。書き順全然間違ってる。あとはインク、入れてるインクがダイアミンのマタドールです。パングラムでいきます。なんか大丈夫。ちょっとなんか逆向き書きそうなポジションでしたから、ちょっとと思って、でもかなりスムーズです。前のヒーロー7022はなんかかなりカリカリしていましたけど、これは大丈夫です。かなりスムーズ感じます。
そう。つね、うん、これ大丈夫かな。なんか最近なんか風がなんか書けなくなってる。早すぎるかな。まあいいや。え、本当にこういう形かな。なんか間違ってるような気がする。ルの下に M。こんな感じです。かなりスムーズでした。インクの濡れてるとこ、うん、濡れてますね。縦線はこんな感じ、横線はこんな感じ、あまり変わらないんです。で、こういうニブがフレキシブルじゃないからプレッシャーいらないんです。ちょっとフレキシブルになんかなりそうだけど、うん、ちょっとやめた方がいいね。うん、ちょっとダメージしたくないから。うん、プレッシャーつけてもあまりつけなくてもほとんど一緒です。逆向きはどんな感じかな。うん、できてるけどやっぱりカリカリになっちゃうんです。あ、気持ち悪い。はい、そしたら第一印象。うん、なんかかなりスムーズで描きました。楽ですね。で、なんか、うん、シンプルなデザインで、ちょっとなんかラミっぽいだけど、ただ、こういうなんかちっちゃい窓がないし、こっちには名前が書いてないんです。でもこのペンが、コレクションに入れてよかったと思います。機会あったらちょっと試して、見たらどうですかね。ヒーローのペン、いっぱいのモデルがありますけど、これは151号です。はい、じゃあこれで終わらせていただきたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。